東京の片隅にある古びた喫茶店、幽霊の館。その店は昼間は普通の喫茶店として営業しているが、夜になると不思議な現象が起こると噂されていた。ある雨の夜、常連客の安田さんが店に入るといつもと違う雰囲気を感じた。店内は薄暗く、どこからともなく冷たい風が吹き込んでくる。安田さんはカウンターに座り、いつものようにコーヒーを注文した。マスターがコーヒーを入れている間、安田さんは背後に誰かの視線を感じた。振り返ると、そこには誰もいない。しかし、再び前を向くと、カウンターの端に見知らぬ女性が座っていた。彼女は古い和服を着ており、無表情で安田さんを見つめていた。こんばんはと安田さんが声をかけると、女性は静かに微笑んだ。しかし、その笑顔にはどこか不気味なものがあった。マスターがコーヒーを持ってくると、女性はふっと消えてしまった。今の女性、知り合いですか?と安田さんが尋ねると、マスターは首を振った。この店には、時々あの世からのお客さんが来るんですと、マスターは静かに答えた。その夜、安田さんは店を出るときに、店の外で再びその女性を見かけた。彼女は雨の中、傘もささずに立っていた。安田さんが近づくと、女性は静かに消えてしまった。安田さんが幽霊の館に通い続けていると、ある晩、店内に入った瞬間に異様な寒気を感じた。店内は薄暗く、まるで時間が止まったかのような静けさが漂っていた。安田さんは不安を感じつつも、いつもの席に座った。突然、店内の照明がチカチカと点滅し始め、カウンターの奥から不気味な音が聞こえてきた。安田さんが耳を澄ますと、それは低いうなり声のようだった。彼は恐る恐るカウンターの裏に回り、音のする方へと歩み寄った。カウンターの裏には、小さな扉があり、その向こうから音が聞こえていた。安田さんは扉を開けると、そこには薄暗い通路が続いていた。彼は慎重に通路を進んでいくと、奥の部屋にたどり着いた。その部屋には古い家具や雑貨が散乱しており、その中央にはあの和服の女性が立っていた。彼女は無表情で安田さんを見つめていたが、その目には何か異様な光が宿っていた。どうしてここにいるのですか?と安田さんが尋ねると、女性は静かに語り始めた。彼女はこの店の元オーナーの娘であり、戦時中に家族と共にこの部屋に隠れていたが、空襲で命を落としたという。私はここに縛られているのです。と彼女は言った。家族の魂が安らかに眠れるように、私も解放されたいのです。安田さんは彼女の話を聞き、彼女の願いを叶えるために何ができるかを考えた。彼はマスターに相談し、店の過去を探ることにした。数日後、安田さんとマスターは古い記録を見つけ、彼女の家族の墓を探し当てた。ある晴れた日、安田さんとマスターは彼女の家族の墓を訪れ、彼女の魂が安らかに眠れるように祈りを捧げた。その瞬間、
安田さんは背後に冷たい風を感じ、振り返ると和服の女性が微笑んでいた。彼女は静かに頭を下げ、光の中へと消えていった。しかしその夜、安田さんが家に帰ると部屋の中で異様な気配を感じた。振り返るとそこには和服の女性が立っていた。彼女は静かに微笑みながら安田さんに近づいてきた。まだ終わっていないのですと彼女は囁いた。私の家族はまだこの世に未練を残しています。安田さんは驚きと恐怖で動けなくなったが、彼女の言葉に耳を傾けることにした。安田さんは再び幽霊の館を訪れ、さらに深く店の過去を探ることにした。彼はマスターと共に店の古い書類や写真を調べ始めた。ある日、彼らは店の奥にある古い棚の中から埃をかぶった日記を見つけた。その日記は元オーナーの娘が書いたもので、彼女の家族が戦時中にどのように過ごしていたかが詳細に記されていた。日記には家族が空襲から逃れるために店の奥の部屋に隠れ、そしてその部屋で命を落としたことが書かれていた。日記を読み進めるうちに、安田さんは彼女の家族がまだ成仏できていない理由を理解した。彼らは戦時中に失った大切な品物を探していたのだ。その品物は家族の絆を象徴するものであり、それが見つかることで彼らの魂は安らかに眠ることができるという。安田さんとマスターは店の隅々まで探し回り、ついにその品物を見つけた。それは古い写真立てに入った家族の写真だった。写真には和服の女性とその家族が笑顔で写っていた。安田さんはその写真を持って再び彼女の家族の墓を訪れた。彼は写真を墓前に備え、心からの祈りを捧げた。その瞬間、彼は背後に暖かい風を感じ、振り返ると和服の女性が微笑んでいた。彼女は静かに頭を下げ、光の中へと消えていった。その後、幽霊の館では怪奇現象が起こることはなくなり、安田さんは心の中で彼女の安らかな眠りを祈り続けた。